なると、なるほど。さっぱりわからん、サスケ、俺もだ、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。最後のコマ IQ 高そうに IQ 低い会話しててダメだった。わからないことがわかったってばよ。一歩前進。なんだその変なポーズ。何事も挑戦だってばよ。よし。お互いわからないな。友情度アップ。ふん。1ミリたりともわからねえ。変わってなくて安心した。桜とかに相談しろ。まあ暗号とかじゃなくてそもそも別言語だろうから。サスケちょっとパーマかけてない？かぐやが人知れずしたためた怪文書。嫌な予感はすんな。うち派の石碑はこれで読めたんだが。わからないできないをはっきり言うのは大切だからな。自分も読めないけどナルトが読めないの分かっててよこしてくるあたりナルト好きすぎるだろ。いやこれ解読に回しといてってことなんじゃねえの？六道仙人が解読できなくて忠告なしだったならとりあえずわかるはずないってばよ。内容がおばさんの女子力マシマシ日記だったらどうするつもりだ。シャリンガンで読めないのはうちは由来ではないことを確認する重要な工程だろ。わからないことを共有するのは実際とても大事。わかんないだろうな。で見せないのとは雲泥の差。何にも読めないのに。なるほどとか言うのが悪い。またクロゼツに改ざんされてるってばよ。人中力でも戦術でも道術方面でもないことがわかった。前進。最後のセリフがシャリンガンでチャクラ的な細工をって意味なのはわかるけどすごいじわじわくる。まあわからないにしても実物に目は通しておくのは正しいからさ。必要なの白眼かもだしね。ここまでページ使って嫌な予感がする。なのすげえよ。ほぼバカ二人が仲良ししてるだけのページいいよね。このおじさんたち仲いいな。サスケに読めないのを解読した機会？はあれなんなんだろう。わかんないからわかるやつに任せるってばよ。わからん。わからんな。で終わってるの仲良すぎるだろ。大津月関連ならリンネ目で読めるかどうかは当然試すだろ。ボルト連載当時見た目がスネープ先生みたいだなと思った。あのサスケがきっちりほうれん草してくれてるんだからそれだけで十二分だよ。サスケの表情が本当に嬉しそう。昔だったらあいつに見せてもわからんだろう。って見せなかったかもしれないからな。どうせわからないだろうから見ない、どうせわからないだろうから見せない、良くないからな、こういうのは。このやりとりが無意味に見えるのはナルト読んでたらありえないでしょ。こういうキャラのずらし方面白いなって思う。旗術無関係なら単純な暗号の可能性が高くなるしね。多分中忍試験の問題用紙見せても同じ反応になる。意味のあるやりとりなのもわかるしいいシーンだと思うけど、それはそれとしてコラ画像みたいなシュール味がある。ナルトから見てるとこの二人が仲いいのは嬉しくなる。バカやってねえでしかまるあたり読んでこい。これが国のトップの会話か。得体の知れない書類だが何か嫌な予感がする解読班に回してくれ。だとナルトっぽくならないしな。まあどのみち、シャリンガンでも何かわからないのかってばよ。って聞かれるからな、その前に言っておくのは正解なんだけど。それはそうとサスケは、ふ。一問たりともわかりゃしねえ。って前科あるから。あれは桜以外全員だからな。カブトは普通に解いてそう。ナルト嬉しそう。シャリンガンは石碑とか前科あるからな、白眼にはそういうのないんだろうか。シャリンガンで読めない以上チャクラでの細工じゃなくて暗号みたいな可能性が高いから、これ解読班に回して解いてねって感じの会話なのはわかるけど、なんかバカっぽい。サスケってバカだもんな。解読するために変な機械使って何日もかけてなかったっけ。特殊な道術がないと読めないとかでもシャリンガンがほぼマスターキーみたいなもんだから、サスケに無理ならただの暗号。ムチムチ。ツッコミ不在空間。まあ二人とも真面目にやってるし、ツッコミどころも妙にカジュアルな口調以外なくない。シャリンガンで読めないので道術系暗号ではない、仙人や人中力でも読めないので特殊チャクラ由来の暗号でもないよって、特殊なギミックではない単純暗号と判断し解析班へ。シャリンガンないと読めない石碑かなんかあったよね。うち派の石碑はシャリンガンの段階によって読める文章が変わる。サスケその酔っかかり方だとそのまま倒れない。スカシ野郎だけどこういうスカシ型するやつではなくない。こんな会話できるような関係になってよかったね。ってなる。実際よくわかんない奴らが出てくるからな。これ読めないんだけどってサスケがナルトに持ってきて言うのがもう優しい。今までが今までなだけにサスケが普通に仲間してるだけで面白いのは間違いない。なんならサスケというだけですでに面白いからな。こうして見るとサラダはお父さんにそっくりだな。娘と話してるだけで面白い。
無意味だと思わないけど、それはそれとしてわかんねえなわかんないでちょっと面白いのはどうかん。巻物を渡すわかんねえなわかんねえで1ページ使うのは漫画的にはおかしいというか贅沢というか、サスケの帰還と正体不明の巻物入手と旗術関連ではないことの説明とで結構詰め込んであるぞ。むしろナルトでずっと仲違いしてた親友同士が同じ目線で対等に話してるの最高だろ。テンポ重視するならわからんを確認し合う巻物の下り、とそれを手渡すシーン、カットすればもっと短くなるよ。でもそういうキャラの小芝居が漫画には大事だよね。失礼なこの後ちゃんと中身のある議論するぞ。この巻物とは一切関係のないことでだけど。シャリンガンって解読機能あるの？術理が分かっちゃうから解ける。うちは一族伝統の石碑を解読できたなお。大津月関係のうちわの石碑はシャリンガンの強さで読める範囲が変わる。ナルトはせめて読め。リンネシャリンガンでも読めないもんをナルトが読めるわけないからな。別にナルトが読めるとは鼻から思ってないでしょ。道術関連じゃなさそうだし、なんか怪しいもん見つけたから解読回しといてってだけだし。サスケはもう何やっても面白い領域に首まで突っ込んでる。アニメで家でご飯食べてるだけで騒ぎになる男。別言語解読とキーワードが必要な暗号ならそりゃ前者のができるよね。なんかわからんがやばい。ナルトは知識が一般的な下人に求められる最低限のレベルしかないからな。かっこいい雰囲気出してるけど二人ともバカだな。何も解読できない巻物を土産に持ってきてナルトに渡してナルトが読めるわけねえだろうが。形式上は上司だから一応報告はしなきゃだし。シャリンガン関係ある？一応リンネメとかじゃないと読めない石碑とかあったし。この派ならそういうのをあれする専門のあれもあるはずだってばよ。適切な人材に適切な仕事を触れるのは上に立つ人間として優秀だな。しかしよくこの巻物にヤバいことが書いてあるとわかったな。俺のシャリンガンでも読めん。とりあえずシカマルに預けとけどうにかなるだろ感ある。なんかそういう雰囲気だけはあるサスケだけど座学はどっちもバカだからな。サスケはアカデミー一席だよ。桜ちゃんがおかしいだけで中任試験の問題は解けない設定だよ。サスケの座学は真ん中くらいじゃなかったっけ？この葉隠れの里の上層部は今こんな感じです。しかまる一人でバカを補ってお釣りが来るし。しかまる、今すぐ来い。アカデミーで実技座学療法で学年1位取ったとこもあるんだけどなサスケ。なんでちょっとお姉っぽい足の組み方してるんだ。サスケが座学バカはいくらなんでもだろ。サスケは兄さんほどじゃないだけで全体的にエリートでしょ。サスケの学力への理解度がふわふわしてるってばよ。サスケは中退だからな。オロチマルは座学しっかり教えてそうだ。さっさと実践的な術教えろってサスケと勉強もちゃんとしないとダメよサスケくんとか言ってるシーンが目に浮かぶ。サスケ矢印実技100点、座学50点、桜矢印実技50点、実技100点、ナルト矢印両方再開でバランスが取れたかかし班じゃなかったっけ。実技150点とか桜ちゃんすごすぎるだろ。バランス。バランスってなんだ。平均的なチームだな。サスケがエリートなのに疑いはないんだけど座学ができるってイメージも確かにないな。なんでだろう。アカデミーの頃から根元的なことは何も変わってないのである。月影先生みたいなサスケ。だってうちはだぜ。中人試験の座学は解ける桜ちゃんが異常なんだってばよ。桜ちゃんは一般人。だよね。別にトップが暗号か何かを理解しなくてもいいんだけどスレガの会話が気軽でバカっぽくて面白い。何がなるほどなんだ。でも中任試験以降勉強してないかもしれんし。まあ真面目な話、かぐやの遺跡にある巻物でシャリンガンでも解読不可能なのはヤバいと思う。わからないのをカンニングさすための出題を素で解かれる。まあそれはそれでなんか使えるだろう。でもなんかヤバいなこれってのがわかるかどうかが他影には重要だよ多分。この後ちゃんと解読版が解読した。なんならこれはただの古文で桜は普通に読めるってオチが欲しい。シャリンガンは実際そういう能力あるのか。石碑の文字はそういう仕組みだったろ。まさかリンネメが必要な部分の記述が改ざんされているとは思わなくてマダラが騙されちゃったやつ。ボルトの単行本では知力はそんなにだったなサスケ。まあ強いからいいだろう。最高戦力にデスクワークさせる影システムやっぱ間違ってるだろ。別に一番強いことが他影の資格じゃないから。綱手やカカシも別に当時のこの派最強ではないし、リンネメで見たら読めるのでは？柱間とマダラって実技はまあ見ての通りだけど塔の出来はどうだったんだろう。柱間は割とできるけど弟に任せるイメージ。マダラは普通にバカそう。明確に最強が影やるのはキリだけ。この頃は平和な時代ではあるけど忍び者は武力集団だから基本的にアガシタより弱いと色々危ういんだ。
コネと技術、政策的に卓越した貢献があるのと好かれそうな人なのが適正かな影になるのあまりいないな。桜一人多いな。とか思ったのかな、あの時の筆記試験の人。普通に考えたら全くわからないカンニングしてる。ってなるだろう。実際最強だけでトップにいてもまあ困るし両方満たしてねってのが地獄だが。まあ実際は周囲がちゃんとサポートするからね、ナルトが家に帰れないのは本人が里のことに何でも責任持って自分が抱えようとするからで、しかまるは、この仕事はいいから帰れ、って頻繁に言ってるし。影が弱いと乗っ取られて終わりだぞ。まあナルトが特別容量が悪いんじゃないかな。あの放物線計算が役に立った描写がない。まあ太鼓も太鼓だから読めないのは仕方ない。この回は二人が近しいバカなのよくわかっていいよね。本編の頃からナルトはこんな感じだったと思う。誰がどう見ても見てもわかる被弾の能力説明させて天才扱いしたり。巻物投げてから1ミリも進展ないの笑ってしまう。桜ちゃんが欲しい空間。皆さんはナルト、なるほど。さっぱりわからん、サスケ、俺もだ、についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。